皆さんこんにちは、2センチです。学校今日もサボっていきたいと思います。で、今日でね最終回です、ステージ100が最後なので100まで遊んでいきたいと思います。なんかお化け屋敷っぽいなこの幽霊吊るされてんのかわいい。鍵がかかってるね。あ、右側も鍵がかかってる。お化けさんはタップできないのって、あ、入るしかないね、ここに。え、バレんの？なんでバレんの？え？なんでバレたの？じゃあ、火の玉無理。あ、鍵見っけ。この鍵をこっち？あ、どうだ？あー、びっくりした。これは怖い。あー、ピーポピーポだわ、これは。待って。この鍵をここじゃなくてこっちに使えばいいのか。ん？あ、包帯ぐるぐる巻きになって寝る。よし、これ来たんじゃない？よし、これでもうびっくりするでしょ。うわ、ミイラ男みたいな。クオリティ半端ねえ。これは怖いわ。さあ、次82ですね。屋上に来ました。唐辛子ジュース。これ何？拾えた。これなんだろう、目覚めが良くなるドリンクかな。あ、唐辛子。あ、これあれか、日焼け止めか。すいません。これバレないね。あ、絶対バレない。やったー。でもさ、ごめん、もう一回やっていい？こっちを塗るっていうのを見たい。塗ってあげますよ、日焼け止め。あ、よかった。ヤンキーのことも叱ってねって言おうとしたんです。よかった。じゃあ次のステージ行くか。うん、これ塗って。で、これとりあえずここ、あ、待って、この、あ、ここ、そのパターンもあんのか。すいません、もうついつい楽しくて。なんかさ、思ったより前回なんか他にも多分バッドエンドとか見れたんだろうけど、うまいこと行きすぎてなんかクリアしちゃってたんだよね、ポン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 。だからこういうバッドエンドっていうか、こういうエンド見ていきたいよね。じゃあ次ステージ83、寿司食べよう。え、めっちゃ豪華じゃない、お寿司。何これ、あ、わさび。あ、この人に隠れればいいんじゃない、無理。え、じゃあ拾ってください、僕のことを。じゃあ寿司、わさび回収して、お寿司、あ、わさびさ大量に仕込むんじゃない。わさびさいっぱい、よし、仕込んだ。これで食べるんじゃないか。お、よし、食いついた。よっしゃ。もうなんか誰かのもうわかんない寿司よく食べようと思うよな。すごいな、すごい事故にあってる。すごい飛ばされたな、こいつ。次84。これいる？あ、なんか折り紙で遊んでんじゃん。僕も遊ぼう。関係ないんですけど、私鶴折れません。鶴折れる人いますか？あれもう最難関でしょ、あの鶴なんて。あ、あ、 T シャツ渡す。あ、髪切ってあげますよ。無理。よく髪切らせようと思ったな、あのちょっとイケメンっぽい子も。あ、間違った。え、折り紙やる？え、折り紙、あ、なるほどね。ハサミもらったので、これチョキチョキしますね。バレる？バレるんだ。あ、どっちがどっちみたいな。うわ、イケメンだったのに、この髪型になった瞬間微妙になっちゃったな。イケメン返して。あ、ごめんね。またちょっとギター借りるね。あ、ごめん、借りるね。あ、こっちやる？あ、やんない？あ、弓。え？バレるって、それは。多分なんか弓矢の方が正しい気がするから、まあ、こっちでギター弾くしかないね。あ、バレますか。節穴じゃないね、今回。なかなか先生絶対分かってくれる。僕だって気づいてくれる。ここで、うわバカすぎ先生。これバイオリンに見えたんだ、先生には。先生いろんな意味で節穴だな。なんかサボってるやついるんだよね。こっち向いてるもん。で、赤いやつがいないよね。あ、サボってる。これ戦隊ものってやっぱりさ、赤いやつがいないと。あ、帰ります僕。ダメですか？これバレないと思うけどな。バレないでしょこれ。なんでバレんの？やめてよ。赤突然やる気出すな。じゃあこれ借りて、これで逃げることはできない。これで立つ。あ、これ絶対バレないわ。これやったぜ、正義のヒーローだ。すっごい爆発すんな、学校で。やめろそれ。じゃあ87。あ、どうした、風船欲しいの？そっか。あ、うーい、やっちゃダメですか勝手に。やばすぎでしょこれ、怖っ。
刺されば絶対痛いよね。ああー、なに、のび太くん、ちょっと待って待って、のび太くんやばい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 、どうやって助けんのあれ、絶対あのこの矢でさ助けるんじゃないの。おばあちゃんこれ投げてよ。え、どうやってやんの。あー、割れた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 。あ、まだ、おじちゃん矢くれ矢くれ矢くれ。あ、いける、あ、来た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 、待って、もう一回取りに行けない、よし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 、もう一回取りに行けない待って、もう男の子落ちてきてもいいでしょう、まだ落ちないの風船いる、あ、この、あー、オッケーオッケーオッケー、もうちょっといる、おお、あ、あー、どこ行くの、あー、これ以上持てない、風船いる、これさ、赤と青と黄色なんじゃない、黄色、あ、わかったわかったわかった、オッケーオッケー、黄色から渡せばいいのか、で、青渡して、え、これ大丈夫かな、あ、男の子、あ、落ちてきた、親方、空から女の子が、やった、あ、これいいんだ、そっか、あの女の子に3つ風船渡したら飛んでいっちゃうもんね、あ、よかったんだ、あ、よかったです、サザエさん、あ、間違った、カツオもよかったわ、あ、間違った、カツオじゃないわ、関係なかったわ、サザエさん一角とは、これで、ここに隠れると、来た、これバレないね、え、バレるの節穴先生強いな、あ、あ、なんかハサミ見つけた、これビリビリに裂くのか、最低だな、あ、なるほどね、ここにこれバレないよね、よし、イエーイ、じゃあ次のステージ89ですね、ゴミ箱、あ、なんだこれ、太鼓のバチみたいな、バナナ食べる、なんかギターやりたそうな感じ、エアギターしてる、あ、ギター借りていい、あ、バナナ食べるいつもバナナで嫌な思いさせてる、あー、これやるのかな、多分、よしよしよし、やる気出してくれた、いいねいいね、ふう、じゃあ僕が最後にね、ドラム叩いて、なんでバレないのさっき戦隊もののさ、悪者はバレたのに、なんでこっちの方が肌の面積広いのにバレないの、先生それよくわかんないです、僕、ライターいる、花火僕もやろうっとてか学校で花火すんな、じゃあもう一回ライターと、あー、花火じゃん、弓矢、おお、これにまさか、わ、かっこいい僕も混ぜる僕も混ぜる、え、バレないの炎の裏側にいるとかならわかるけど、わ、両手に花や、最高や、なんだろうこれ、よくわかんない、バッテリーか、水、え、これさ、やばいんじゃない、わ、これやばそう、これやばそう、絶対やばい、ここに座って、先生気をつけて、あもう殺しにかかってんじゃん、先生のこと、じゃあ92、お肉ください、おばあちゃん、あれ、じゃあもうドスコイするしかない、あ、100円見っけ、あ、お腹空いてんだやらせんなって、なんでヤンキー、ちょっと待って、これヤンキーに勝たせないと。待って待って待って。え、ヤンキーに勝たせるのが正解なのか。おばちゃん、お肉、ありがとう。はい、お肉食べな。よしよしよし。うわぁ、強くなった。絶対強くなった。発狂、残った残った残った。なんでバレない。え、次、93。あ、雪だるさん作ってる。僕も手伝うよ。あ、なんだ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 。でっかくなった。あ、もらっていい？せっかく作ったのに。ごめんね。僕も混ぜて、僕も混ぜて、ダメ、え、マフラーしての偉い、先生遊ぶな一緒に、じゃあ多分これ雪だるさん作るのは合ってるよな、いる、え、なんだろうこれ、どうすんだ、あ、バケツ、あ、来たー、こうか、あー、隠れた、頭の方がでかいイエーイ、じゃあ次のステージ94、電気もみゆき、これバレるって、顔も隠せよちゃんとあ、寒いのか、いや、紐で、あなんでこの子が何したっていうの、なんかいつもね、かわいそうな目にあってんのこの子、ごめんね、なんかいつも、あ、取れた、え、取れた取れた取れた、なんでこれも取れんのか、あ、取れた、あ、電飾、これバレるでしょ、え、なんで、明るいからバレると思ったのに、じゃあ95、あ、トナカイ乗るしかねえ、乗れない、じゃあ右、こっちには、カミソリ、サンタさん、サンタさんの格好してください、先生、カミソリじゃないわ、これで
サンタさん格好して、これバレる？バレないんだ。え、バレないのこれ。やばい。やったぜ。じゃ、96。うわー、なんか怖いノコギリ。まあ、なんかぬくぬくしよっか。鎌倉の中ってあったかいって言うよね。私作ったことあるけど、いまいちよくわかんなかったけど。まあ、簡単なもの作ったんだよね、昔友達とね。これ切ります。お？すごい。ちゃんとした木材になってる。角材。あ、火つけんのか。ああ先生、あったまっちゃうんじゃないこれ。あー先生、いや、これやばいでしょ。本当に殺しにかかってんな。じゃあ台車乗るしかないね、これは本当に。バレるんだ。じゃあ右行きます。卒業式。うわ、終わり近くてなんか無理。え、これ何？先生、これ何ですか？先生、今までありがとう。なんで怒んの？なんで？なんかゴリラ先生が怒る理由がよくわかんないな、私。これ乗せて。すごい、なんかそれっぽい。やったぜ。じゃあ次のステージ。あ、ドライヤー。え、なんかこの黄色い髪色気になるんだけど。あ、また先生だ。ドライヤー。あすいませんね、先生。ここにズラありますよ。あ、いなくなってる。よし。ね、校長先生にしてはなんかスマートになったな。私の話を聞け。99。あ、終わりが近いですね。先生が普通に立ってるんだけど、なんで？じゃあ100円で。あ、なんか書いてほしいのかな、卒業。なんかアルバムに最後、これ書いてほしい。フォト飲みます？飲む？え？誰が飲むの？あー、マイク。マイク持ちます？歌った。え、なんだ？あ、弁当食べた。何食える？あ、腐ったバナナ。腐ったバナナ。お前、かわいそすぎる、本当に。何したってんだ？あ？撃つのか、これで。よ、やめろ。やめろ、急所狙うの。いや、先生、なんかみんなに嫌われてんのか、これ。めちゃくちゃ笑われてんじゃん。ね、なんかもう悲しくなってきたんだけど。さあ、ステージ100。おお！あ、ゲームしてるヤンキーが。なんか、お花見っぽくて楽しそう。あ、先生！げっそりしてる。は？え？なにこれ？すごい、マイケル・ジャクソンよりすごくない？歩かないで、スライドして横移動できんの、やば。俺も入れて！おう。え、いいの？普通に貸してくれんの？めっちゃヤンキーよくない？一緒にゲームしませんか？先生。やばい、なんか感動しそう。うわ、みんなでゲームしてる。いや、いいね。なんかちょっとさ、ルパンとゼニー型み感じるんだけど、この先生とさ、この男の子、なんだかんだ仲良しみたいな。わー、めちゃくちゃ楽しかったなー。これおすすめ、ありがとう。じゃあこれやろうかな、次。バカって書いてるの、 T シャツに。バカなんだろうな。いや、先生がかわいすすぎて、ちょっと虚しくなったけど、一番最後のステージめちゃくちゃ良かったですね。ということで、全部のステージがクリアしました。いやー、めちゃくちゃ面白かったね。うん、めちゃくちゃ面白かったです。このシリーズね、他にもあるので、また次回ね、他のゲーム実況は多分このアイコンの男の子、同じ子かなこれ。バカって書いてるけど。うん、こっちをやっていきたいと思います。じゃあ、ここまでで終わりにしましょう。今までね、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価とコメントとかね、いただけると、めちゃくちゃ励みになるのでよろしくお願いします。さあ、グッバイ。じゃあねー。